おはようございます。ファンクです。今日はね、大盛りや大食いファイターたちの間で、とっても有名な有楽町のジャポネへ訪れたよ。大盛りの人たちの間ではね、とってもね、好かれてるのよ。ジャポネはね、とっても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 大好きよ。妖精好きだったなぁ。なんであんな全身チリだらけみたいなやつ結婚しちゃったのよ。なんか悲しい。寮はね、レギュラーチャンボ、横綱っていうのがあるんだけど、裏メニューでね、理事長っていうのがあるのね。重さは 1150g、1.15kg あるのよ。前から来たかった場所だったから、ファンク、テンション高まってるよ。ちょっとね、おけけぼうぼうの女性に見えるけど、ごめんなさい。ファンク気品。ここはね、味が半端じゃなくうまい。わざとね、シソをね、大切りに切ってて、味付けもね、なるべくしないようにしてるのね。明太子のね、味だけでね、パスタをね、食べさせようとしてるね、感じの作りなの。もう、やばいぐらいうまいよ、これ。途中からね、ファンクの横にね、OL の人がね、座ったのね。OL の人もね、もうめっちゃね、集団でね、食べに来ててね。あれ、みんな理事長。すげえ。すげえよ、有楽町。と思ってたらね、なんか写真バシャバシャ取り出しててね、よくね、観察してたらね、なんかブログかなんかのね、記事載せるためにね、ここにね、食べに来た人らしいのよ。こういうのね、得意な人たちだと思うんだけど、今もあんな綺麗な人でもさ、あんな、ごめんなさいね、あんな小汚く食えるのに。いくらね、大盛りのね、得意な女性でもね、そんなの、小汚く食っちゃう。速さをさ、追求するあまりさ、口の周りさ、カールおじさんになってたもん。いやもう、服とかも飛び散ってたりさ、口元がもうね、肛門にしか見えなかったよ。ワンクはね、ダメだな。こういう女性は。食べ方汚い人はダメ。ファンクの心の中ではね、この女性たちはね、モンコって呼んでたの。肛門のモンのモンね。それにね、口を開けながらね、噛んでるのよ。くちゃくちゃってね、もう、気持ち悪くなっちゃった。それでは早速相談のコーナー行きたいと思います。彼氏と会ってても、どこにも行かず、ただエッチするだけの関係が嫌です。どうすれば普通のカップルになれますか？まだこういう男の人いるの？もうね、エッチするだけして、もう帰ってっていう。とりあえず、あなたは、なるべくエッチされないようにしたいっていうことね。ファンってね、こうすればね、大丈夫だと思うんだけど、常にね、マンコ書いてたら、彼氏の前でね、あー、かえーって言ってね、ポリ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 書いてればね、彼氏はあなたにね、手を出してこない。すべてが終わってしまう？これね、はっきりね、どっか遊びに行きたいなって、エッチだけじゃ嫌だなって言った方がいいと思う。はっきり言わないとね、これ彼氏調子乗ってると思うよ。あなたも悪いのよ。自分をね、安く売っちゃダメ。ね。高く売らなきゃ。ね。この手の質問多いんだけど、相手に媚びてどうすんのよ。自分のさ、人生でしょ。でね、はっきり言ってダメだったらね、
もっと何個書きなさい。ね。血が出るほど。そうすればね、本当に彼氏はね、もう絶対手出してこないから。これやってみなさい。今回思うんだけどね、男女間ってね、対等がね、もう一番ベストだと思うのよ。自分のさ、思ったことを言ってさ、向こうも言ってくれてさ、あ、この人こういうことを考えてるんだとかさ、あとさ、自分が言ったことさ、なんで伝わらないんだろうとかさ、悩んだりさ、葛藤してさ、成長していくんでしょ？媚びてたらさ、相手の気持ちがさ、わからないまま過ぎてっちゃうでしょ？だからね、媚びてるばかりじゃダメ。ね。彼氏のためにも、はっきりね、自分のね、思ってることをね、言うのがね、いいと思うよ。続いての相談は、どうしたらお風呂入りたくなりますか？小学生か。お風呂はね、入らないとダメ。漫画とか持って入ればいいじゃない。でもね、ファンクがね、勧めるんだったらね、ロフトとかハンズ行ってね、お風呂グッズ買ってくる。あとさ、アヒルのさ、なんていうの、おもちゃとかさ、あとカエルのさ、湯船に入れるとさ、噴水みたいになるやつあるじゃん。あとね、部屋を真っ暗にして、なんかプラネタリウムを見れるやつ、お風呂の中でね、楽しいのいっぱいあるよ。あとね、まあ入浴剤はまあベタだね。いろんなのあるよ。今、納豆とかのね、お風呂とかもあるんだから。お風呂をね、楽しむことだと思うんだけど、これだけは言わして。お風呂入らないとダメ。続いては、彼女いるって本当ですか？パンクはね、みんなのアイドルだから彼女を作ることができません。事務所からね、きつく言われております。ジャスはね、彼女いるよ。ね、ネットでね、なんか彼女いるって言うとさ、ネチネチ叩かれるよね。でもね、なんでね、彼女いるかってね、ジャスがね、言ったかっていうと、今度ね、オフ会やるから。ね、4月のね、祭日にすることにした。ね。でね、まあ、彼女にも話したんだけど、一応ね、彼女いますっていうのをね、ネットで言うのもね、彼女も安心するし、あと、彼女に対してね、礼儀でしょ？そう。ね、もうやましいことないっていう。昔のね、ジャスはね、食い散らかしてたんだからね、もう手当たり次第。それでね、信用ゼロでございますよ。今のね、彼女と付き合ってからはね、一切浮気はしてないんだけど、あまりにもね、昔のね、武勇伝がね、ひどすぎてね、僕がね、付き合った時からジャス株はもう暴落しておりますよ。でもね、もうおじさんなの。ね、思ったほどモテない。モテませんよ。それでは本日最後の相談です。彼女が浮気してるっぽい、正直に聞くのが怖い。どうしたらいい？これぐらい聞けなくてどうするのよ。男の子でしょ？もしね、勇気が出なくて言えなかったらね、ちょっとディズニーしてたらどう？彼女の家行ってさ、あら、この服素敵じゃない。でも、俺の前では着てこないけど、どこか他に着ていく場所があるのかしら。ってさ、渡る世間のさ、聖子ちゃんって知ってる？好楽にいたね、性格の悪い聖子ちゃん。あんなね、感じでね、ネチネチ追い詰めてっちゃいなさい。化粧品増えたけど、僕の前ではあまり化粧薄いよね。そんな勝負メイクする場所ってあるの？ねえ、お母さん。ねえ、そこでね、玄関からね、あなたが頼んだね、エキストラが入ってくるの。でね、さつきはいつも私を邪魔者にするのよ。もう私の味方は聖子ちゃんだけよ。なんてひどい嫁なのかしら。でね、ね、二足三毛のね、大立ち回りをそこで始めなさい。それでね、もう彼女がね、分かったよ、浮気してたよってね、白状するから、付き合ってる時にね、簡単に浮気してしまう人は治らないよ。
で、他の人とさ、まあそういうことがあったっていうのはあなたが許せるかどうかだよね。多分忘れられないんじゃない。まあそういうことだったらね、ファンクとジャスはもうそこでね終わりになります。あのね、冒頭の相談でも言ったけど、あなたの人生でしょ。はっきり聞かなくてどうするんだよ。ねえ、ダメよ。あのね、もう気になることあるんだったらどんどん話、質問してみなさい。ね。それでね、浮気だって言ったらね、こう言ってやりなさい。このやびちが。一人でなんか悩み事を抱えてない？頭でっかちになってるんなら、東京市営クラブへ相談してみたら？